こんにちは、アンソニーです。先日 GoPro キャンプというものに行ってきましたけれども、その前後からキャンプ関連の動画を見るのが楽しくて楽しくて、もうとにかく真似事をしたくて仕方ないんですよ。キャンプの目的って人それぞれだと思うんですけれども、大自然の景観を楽しむとか、美味しい料理を作るとか、仲間と語り合うとか、いろいろあると思うんですけれども、私の場合はとにかく火をつけたい、燃やしたい、そのために木を切りたいっていうぐらいなんですね。それ以外はあとは、美味しいコーヒーと、ウイスキーがあればそれでいいっていう感じなんですね。何事もにわかの趣味ばっかりなんで、これがどれだけ続くか全然わかりませんけれども、とりあえず初心者が、少しずつ道具を揃えていく過程をね、見てもらったらいいかなと思います。で、最初に買ったのがこちらです。ナイフなんですけれども、プーコっていうところのケラムロングブレードというナイフです。これ結構高くてですね、14,000円弱しました。これに決めるまでには散々悩みましたけれども、考えている用途としては、肉を切ったりするような簡単な調理と、それから細い薪をバトニングすることでフェザースティックを作ることぐらいですかね。バイクで行くソロツーリング、ソロキャンプを想定しているので、とにかく荷物は小さく軽くしなくてはいけないので、大抵のことはこれ一本でこと足りるというようにしたいなと思ってます。いずれはもう少し大きめのナイフも買うとは思いますけどね。では見ていきます。このカバーの部分ですね、これをシースというらしいんですが、これが本革製になってます。ここにブランドのマークらしき、鹿の刻印があったりとか、プーコっていうブランド名が入ってますね。こんな感じでここに、ぶら下げられるような輪っかもついています。では開けていきます。はい、こんな感じでございます。お分かりの通りミーハーなんで、見た目で選んだっていうのが一番なんですけれども、このハンドル部分ですね、こう握るところのこの色合いが一番、決め手となりました。かっこいいな。で、スペック的なことを言うと、全長がこっからここまでが24センチ、でこの刃渡りが 12.5センチ、で刃厚が3ミリとなってます。で重さが 158g で、この刃は、カーボンになってますね。でこのハンドル部分は、カーリーバーチというものだそうです。で個体差もあるんでしょうけど、買ったばかりのナイフってそんなに切れないらしいんですよ。ちょっと試してみますね。普通のこういうメモ用紙の紙ですけれども、どうかな。めっちゃ切れるぞ。切れますね。あれちょっと今角度的に皆さんの方から見にくいかな。やっぱりちょっと引っかかるところがありますね。あ、先っぽの方がよく切れるな。ちょっと真ん中あたりがちょっと引っかかるところがありますね。はい、ということで、一応次回はですね、この刃を研ぐっていうことにチャレンジしたいと思ってます。
砥石でチャレンジするよりも前にですね、より気軽にできそうな、革砥っていうんですかね、あれを使ってみたいと思います。こちらですね、はい、こういうものを、用意してますので、次回はこれで、研いでみたいと思います。うん、いいですね。はい、シースに きちっとね、こうスポッといい感じの力加減で入るので、こう逆さにしても落ちるような気配は全くないですね。非常にいい感じです。かっこいい。ちょっとおまけなんですけれども、これたまたまアマゾンでタイムセールをやっていて、1000円弱で買うことができたので試しに買ってみました。アイスアローというところの、サバイバル木製ハンドルナイフですね。はい、こんな小さなナイフで、刃がどこにあるんだ、下からこういうふうに出すことができますね。で、カチッとロックがかかって、折りたたむときにはここを少し下げるのかな？こう下げて、こうやって、というものですね。まあそんなに実用性があるかっていうとちょっとわかんないんですけれども、まあサブナイフとしてどっかポケットに入れといても、まあ困ることはないかなっていう感じで。一点ですね、ここの、フックの部分がですね、こうやって開けた時にズボンのですね、ベルトループに入んないんですよ。これ入るけど閉じることができないっていう感じで、これはちょっと全くもって実用性がないので、なんかカラビナかなんかつける必要がありますね。このまま直でズボンにはつけるのはちょっと難しいと思います。で、あとは、これが、栓抜きですね。ビール瓶とかの栓抜きになります。うん、こんな感じですけどね。これはうん、やっぱり切れ味非常に悪いですね。まあ最初はこんなもんでしょう。まあ、その川戸でやってみるのをね、まあ、1回目はこいつで練習でやってみたいなと思ってます。はい、そんな感じでございました。